瀬賀益添都知事は、韓国や在日韓国人の利益を優先しながら、都民の利益や意見は軽視、無能すぎる。東京都の益添洋一知事、67のテレビ出演や記者会見が行われた。益添氏は自分の有能さを信じて疑わないようだが、一連の報道を見る限り、彼は自分自身や家族、そしてなぜか韓国や在日韓国人の利益を優先しながら、都民の利益や意見は軽視してきたように感じる。彼がパパとして有能だったとしても、仕事の優先順位を理解できていない以上、都知事としては確実に無能である。13日の釈明会見で、益添氏は何度も問題ないと繰り返した。本気で問題ないと考えているとしたら、判断能力に相当な問題がある。幕引きのつもりで臨んだ記者会見が火に油を注いでしまった。現状分析や見通しの甘さ、元兵庫県議と瓜二つと言える会見中のポーズなどを見ても、益添氏は演技者として無能である。今や追及の手は週刊誌などのマスコミだけにとどまらない。一般市民が益添氏のものと思われるヤフー ID を特定し、ヤフーオークションを利用した美術品などの購入履歴を世間にさらした。慌てて ID を削除したようだが、後の祭りである。個人情報管理の面でも、彼は無能だと証明された。2014年8月に都庁前や銀座で、益添都知事リコールデモがあった。安倍晋三政権への抗議デモはひっくり返しとして報じるマスコミが、この時何も報じなかった。何か大きな力に守られていたのだろうか。ところが、今回はテレビや新聞はもちろん、ネット上ですら、益添氏をかばう人物が現れない。6月に召集される定例都議会は、猪瀬直樹前都知事を辞職させた時と同様、厳しく追及するだろう。民の声に続く。